ライオンエアは、インドネシアのジャカルタを本拠地とする、格安航空会社である。同社は、近年成長が著しいインドネシアの航空市場に、支えられ急成長を遂げ、国内線のシェアはトップである。ヤコブレフ約マイナス42モハーベ砂漠に置かれた、エアバス A310 インドネシア国内線、30都市に就航している。このかシンガポール、クアラルンプール、ペナン、 ホーチミンにも国際線を就航している。ボーイング737から400、ボーイング747から4002007年7月6日から、他のすべてのインドネシアの航空会社とともに、安全性に問題があるとして、欧州委員会により EU 域内への乗り入れ禁止の措置が決定したが、2017年1月に解除された。2008年6月6日より、バリシンガポール間で、 デイリー就航を開始した。2012年以降、デンパサールを拠点として、福岡線、甲州線、メルボルン線に就航する計画で、福岡線に使用される機材は、B737 から 900ER に燃料タンクを増設回収を施行した発揮を当てる。具体的な計画があったが、時期は未定となっている。2013年に、マレーシアに出資した。 マリンドエアを設立し、同社は3月22日に就航し、ライオンエアからボーイング737から 900ER をリース導入し運航している。また、同年中にインドネシアにフルサービスする子会社バティックエアを設立、運航を開始しており、2012年に同社用にボーイング787から8型機を5機、発注中で計画では10機まで運用し、 同系機を使用して国際線を運航する計画であったが、2014年1月になってボーイング787の発注は取り消され、同機を使用した長距離国際線就航計画を見直している模様。また、2013年にタイにタイライオンウェアを設立、同年12月にバンコクのドンムアン空港を拠点に就航した。2014年1月8日、 航空会社を評価するサイト airlineratings.com において、全世界の航空会社を比較調査した結果、安全性において、メルパチノサンタラ航空と同じ2つ星の低い評価を受け、448会社中ワースト10にランキングされ、その4年後に JT610 便事故を起こした。二千十四年一月現在ライオンエアの機材は、 以下の航空機で構成される、ライオンエアグループはボーイング737から 900ER 型機の製造開始初号機から200機を超える大型発注をしていて、ボーイング社における同型機の大口顧客となっている。同型機は2011年4月21日に43機目を受領したマイナス 900ER 以降はスカイインテリアを採用。 マイナス 900ER 型機の初期生産された PKL 界界 LFG の2機は胴体塗装がボーイング社がテスト飛行などで使用したボーイング社のデモンストレーション塗装のまま運用されている。ライオンエアグループに対するボーイング 737NG シリーズの引き渡し50機目、60機目、70機目、80機目、90機目、100機目もそれぞれは 尾翼や胴体などにボーイング社によってメモリアル塗装などを塗装された特別塗装機となっている。また同社が発注したボーイング社勢力各機の顧客番号は GP で737から9%などと表記される。発注中の機材、ボーイング737から 900ER やボーイング 737MAX などの最新機材を導入しているが、 数多くのインシデントが発生している。ライオンエアのボーイング737とウィングスエアの ATR72。ありがとうございます。